い、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、プレバン限定仮面ライダーリーツ仮面ライダーコア ID セット02です。はい、これまで様々なコア ID が発売されましたが、それでもまだ出てないよっていうのが多かったんだけど、そういうものを全部ワンセットにしためちゃくちゃいいやつ来ましたね。両面が表紙仕様になってて、上を見るとコア ID を破壊されたライダーは二度と仮面ライダーには変身できないと書いてあり、ナッジスパロー退場時のワレコアだったりとか、ハクビね、あとはトール、ベン、ジョンもやっと二人分来て変身の姿はなかったけど、あとは過去のデザグラで優勝疑惑があるグルービーとか、パンクジャックスピンオフのブッチーにボットライダー系ね、これでほとんどは商品化したような気もしますが、あとはメモリアル版バックルの特典にも真っ黒いコア ID とかつきますもんね。ではレビューしましょう。もうそのままぎゅうぎゅうに入ってる。姉ちゃんのコア ID とかやっと入手できた。それぞれ細かく見ていくと、まずワレコアのナッジスパローを、すでに発売済みのナッジスパローのシンプルに割れてるバージョンで、成形色とか塗装の色なんかも特に変化なしですね。で、サラさん、姉ちゃんのハクビーは透明度の低いブラックの成形色で、てかクリアじゃないのか。ハクビシンモチーフがあって、で、これで桜井兄弟のコア ID が揃ったと。そしてレターは、ケイローがすでに商品化されてる中、やっとコア ID が出てきて、乳白ホワイトで、リデコ元のメリーと比べると、絵柄ほとんど似てますね。ちょっと、頭部周りが違うと。でも今回白系が3つもあるんだけど、全部微妙に違うんすよね。透明度がこの順番で、薄いから濃いって感じ。そしてトールの仮面ライダートリエッジはブルー系で、バッファと、はい、親友同士で並べるとこんな感じで、クリアではないね。ハリネズミがモチーフだと思いますが、ちょっとライオンっぽい縦髪的な雰囲気もあってかっこいいんですよね。で、グルービーが個人的に結構好きなんだけど、ブッチーとグルービーはリカラーになりますので、絵柄としては似ておりますが、こっちは目がちょっと割れているのに対して、グルービーは綺麗なフェイスで、茶色でクリアもかなり透明度、高め。そして同じようなスーツ造形のブッチは乳白でそこそこ透明度が高くてブチ柄になってるわけね。そしてベン・ジョンのランサーとガルンで、ベンはパンサーのようなフェイスのライダーで、黒い、これも透明度が控えめっすね。これフェイスめちゃくちゃかっこいいよな。で、こっちもさ、ベンガルトラモチーフだと思われますが、ガルンで、ここに複眼があるんですよね。これもライダーの姿見てみたかったっすね。あとは操られ系ボットライダーのチュータとゲッシーで、ネズミとビーバーだと思いますが、この綺麗なグレーの成形色は新しい。かっこいいっすよね。前歯がクラッシャーで鼻の下が複眼かな。だいぶ変わった見た目のライダーっすよね。じゃあまずはいろいろとエントリーフォームいきましょう。ハクビあ、でも割といい感じに光漏れるな。ワレナッジスパロー、これで退場時の叫び再建いけるじゃん。レター、ここも割と光るね。トールはトリエッジ、薄く光が漏れる程度かな。でもこの色好き。グルービー、あ、これは光り方いい。ブッチー、この黒とかだとさ、いい感じに絵柄が浮き上がるんですよね。チューター、全く透けない。ゲッシー、ここも透け感ゼロ。ガルン、最後はランサー、それぞれのバックル組み合わせもいきましょう。ハクビこの状態でまあまあよく戦ってましたよね。
あとは幻のトールゾンビか。いいね、ついにこれができるんだけど、色合いはやっぱ合ってないな、青とパープルは。もしかしたらリボルブオンとかも。やってたかもしれませんよね。あとは個人的に結構好きなグルービーの忍者フォーム。え？何今の？え？アームドスペシャルは鳴ったことなくないエラー的な音声でも。必殺は？何この音。改めて忍者。いや、グルービー、コア ID の色とか、見た目も含めてすげえ好きなんだよな。じゃあ、速攻退場になったレターとプロペラヒューンとね、飛んだところで撃墜されましたね。こういうのも楽しめるし、あとはベンでフィーバーか。他にもウォーター、で、ジョンがハンマー。今、有識者がまとめた誰が何を使ったか一覧を見てる。で、ビート、あとはナッジスパローといえば、ナッジスパローモンスター。ていうか、頭脳派のはずなのに、普通に終始強かったよな。いや、モンスターすごい、これギミックいいから別のリデコ来てほしいんだけどな。ムッチがハンマー、最後はボットライダー系ね。チュータがドリル、やっぱ楽しいなぁ、デザイアドライバー。で、プロペラ。
ンスターも使ってたんだ。この雑魚っぽい見た目のコア ID の色、絶妙にいい。で、ゲッシーが、ハンマー。そして、アロー。からのプロペラ。プロペラよく使われてるな。って感じでいろいろ遊ぶことができます。まあ何はなくても、姉ちゃんのクローとか、これね。これとか、個人的にはグルービーの忍者で遊べるようになったのは、これはなかなか熱いかな。登場一瞬でしたけどね。以上、プレバン限定仮面ライダーギーツ仮面ライダーコア ID セット02の紹介でした。